はい、始めます。977回です。4月11日に入ったばかりの深夜、またですね、遅くなりました。いつも遅くなるんですね。もう、日付変わってから廃屋に来るのが定番になりつつあるんですけど、最近夜ばっかりなんでね、今度なるべく明るい時間に、撮ろうかなと思ってますよ。ちょっとほんと夜ばっかりなんで真っ暗なところ、廃屋の夜に喋るっていうね、チャンネルじゃないんですけど、今回ドキュメント72時間見ました、2本分。いやー、今回のね、ドキュメント72時間はね、どっちも良かったっていうか、なんていうかね、衝撃的な私はね、ちょっとどっちも知らない世界だったんで、一つ目はね、秋葉原のドールね、ドール、人形、愛しのドールに包まれてっていうことでね、秋葉原にあるドール専門店、ここに72時間カメラを置いてみたいな話でした。いや、良かったですよ、これ。あと2つ目、異国の地のアフガニスタン食堂でっていうことで、パキスタンのね、アフガニスタン人街っていうのかな、アフガンストリートみたいなところの、食堂あるんですけど、そこに、72時間カメラを置いてっていうね、ドキュメント72時間ね、チョンキンマンションって言ってね、香港の、あれでもやったんですけど、海外に行くんですね、時々ね、日本の、なんだ、72時間、どっかに、日本に限らず、世界中に行ってるみたいでね、いやー、すごいなと思いますよ。で、まず、愛しのドールに見つめられて、1本目。今日ね、ご紹介する1本目。いやー、これ衝撃的でしたね。こんなにドールがね、盛り上がってるんだと。まず知らなかったですよ。秋葉原にあるドール専門店。近年、ドールの人気が高まるっていうことでね、巨大市場になってるみたいです。100億円市場とも言われてるとか、言われてないとか。秋葉原の駅からすぐの商業ビル内、いくつかのドールの店があると。秋葉原ね、昔はね、私の記憶だと電気街だったんですよね。ビッグカメラとか、いろんなね、電気屋さん、大小さまざま、本当に、あるようなイメージだったんですけど、もう、ある時からアイドルの聖地みたいな、AKB の劇場あったり、あとメイドカフェとかね、になって、なんか今このドールとか、いろいろもうサブカルチャーの、若者文化の中心地みたいな感じになってるみたいですね。メイドカフェとか行ったことないですよ。でドールもの店も行ったことないし、アイドルのあれも行ったことないし、今度ね、東京行ったら秋葉原行ってみたいですね。はい、久しぶりに。私のね、昭和の感覚、電気街の感覚で言ったら、ほんとね、おったまげると思いますわ。で、あるビル、秋葉原の駅前にあるビルの、まず8階の店から入っててね、8階出てきました。43歳鉄鋼メーカーの男性ね、名古屋から出張で東京に来ましたということで、仕事終わりに、来たっていう方、なんと多分マンションかなんか買ったんでしょうね。一部屋をドールの部屋にしてると。で、40体ものドールがあるというね、43歳の、独身の方なんでしょう、おそらく。で、ドールを買うことを、このね、愛好者の間では、お迎えっていうらしいんですけど、もう40体ももうね、買ってお迎えしてるみたいな。で、その43歳男性ね、今日は洋服や髪の毛などを買いに来たっていうことで、パーツも売ってるんですね、ドールだけじゃなくて。目とかも売ってましたね。髪の毛やら洋服やらで、本当に自分の娘のようにというか、家族のようにというか、本当に、人間のようにというか扱ってるんですよね。で、自分好みに変えられるのがドールの特徴っていうことでね、昔ね、ドール人形って言ったらね、この廃屋にもありましたよ、日本人形みたいなの処分しましたけど、あとリカちゃん人形とかね、子供が好きな、今あるのかな、あると思いますけどね、リカちゃん人形ね、アメリカの方、私子供の時なんかね、洋物の人形とかも入ってきましたね。で、女の子、なんかはお人形遊びとかやってたんですけど、それよりもう大人が夢中になってる。で、そのね、子供がやるようなより、やっぱりクオリティ高いんでしょうね、成功にできてて、
ね、うん、髪の毛も変えられるし、目も変えられるし、服も変えられるし、靴とかそういうのも変えられるんでしょう、おそらく。本当に。で、うん、やってましたね。で、7階のお店行くと、まあ、そこは海外製のドールとか、あと、ある店もあるし、あとアニメのキャラクターね、うん、のドール。これはまあ、馴染みありますね、アニメのキャラクター、うん。で、アメリカから観光で来たという女性、うん、扱われてました。うん、はい、もう秋葉原、まあ、日本人だけじゃなくてね、まあ、インバウンドでね、世界中から今来てるんですけども、まあ、ヨーロッパの方からも、アメリカの方からも、東南アジア、あと東アジアの方からも、いろんなところからやっぱり来てますね。まあ、秋葉原観光名所の一つでしょう。うん。で、まあ、私の本当知らない世界ですよ。世界中から、うん、もうドールも一定の人気、日本だけじゃなくて、世界中で人気あるみたいですね。で、世界でも人気の日本のドールということで、日本製のドールね、今や100億円市場の100億円以上の市場規模じゃないかと言われてるってこと言ってましたね。で、店にいたあの男性のカバンの中にはね、初音ミクなのかな、雪ミクって言ってましたね、この方がね、雪ミクのドールが、入ってると。カバンを開けるとドールが入ってると。で、ドールと一緒に出かけるっていうのはこの愛好者の間ではね、もう本当当たり前のような感じでしたね。うん、もう一緒にお出かけみたいな、電車に乗って、うん、いやー、まあこれ知らない、私まあ今回このドキュメント72時間で知ったんでね、怖くはないですけど、例えば昨日までの私がね、電車とか乗っててカバンの中にドールが入ってて、そのね、カバンのまあ開いた、うん、ところからドールの顔とか出てきたら、もう完全にこのおっさん異常だなと思いますからね。まさかドール連れてお出かけするとかいう、そういう人たちいるとは思わなかったですけど、まあこれ見てね、まあまあ気持ちは分かりますわ、うん、少しは、うん、かなり分かります。うん、お出かけするのはよくあることらしいですね。うん、このだからなんだ、男性の方ね、雪ミク連れてらっしゃる方、お出かけしてましたよ。一緒に、まあ、ドールのお店、うん、来たんですね。で、自分のドールのことは娘と言うらしいと。うん、どうも、共に50歳のドール仲間、これ確か女性だったかな、男性だったか忘れたけど、うん、50歳のね、ドール仲間の人出てきました。あとパーツショップにいた女性ね、自分でドールを作ってると。ああ、いましたね、33歳の歯科技工士の女性、なんか素敵な女性でしたよ。うん、この方なんか歯科技工士日頃やってて、で結婚されてて、まあ奥さん、ある時は妻、ある時は歯科技工士、ある時は、うん、ドールの愛好家みたいな感じで、パーツショップにいた、ね、女性、何か髪の毛買ったんだか服買ったんだか分かんないですけど、もうパーツをね、パーツも揃ってるんでしょうね、いろいろね。うん、で、新作ドレスの発売日、これも驚きましたね。新しいね、ドールに着せる服、ドレス、これの発売日にはもう店にはね、開店前から人が並んでると。うん、で、40体保有のね、先ほどの男性が34歳の女性と、まあ、来られてましたと。どうもドールオーナー同士、ドールを、まあ、持ってるっていうかね、持ってる人、ドールオーナーっていうらしいんですけど、ドールオーナー同士がもう今はね、SNS で知り合って、一緒に店で、落ち合って、お茶してったり、うん、するみたいなね、本当に SNS でもいろんな人がつながるんですね。うん、まあ例えばこういう私の家でね、今ここの廃屋の近辺でいませんからね、おそらくドールオーナーとか、うん、で私がこのドールファンだとしたら、まあ昔だったらね、孤立しやすいっていうかね、なんですけど、今もう SNS で日本中、世界中とつながれますからね、待ち合わせみたいな感じで、する人いるんでしょうね。そんで知り合ってね、中にはそれでね、ドールを超えて、本当私生活でも、うん、結婚したりなんだりっていう人いると思いますよ。はい。このね、二人も、40代の、男性と34歳の女性もね、どうなることやら。で、店に
うん、持ち込んだ自分のドールを、まあ、写真撮るね、あのコーナーもあるんですね、ベンチとか置いてあってね、はい、インスタ映えするんでしょう、おそらく、うん、で、もうドールとの関係ね、もう愛情をかけるほど深まっていくと、で、ドールはもう大切なパートナーっていうことでね、言ってましたね。で、まあ、ある女性の方はね、あの確か3人組の女性の方かな、その中の1人の方、アイドルとかアニメとかね、2人組だったかな、うん、そういったのを経てね、ジャニーズのアイドルとかね、あとアニメとかを経て、今もうドールにたどり着いたっていう女性いましたね。はい。まあね、アイドル好きとかね、うん、韓国ドラマ好き、韓流スター好きとかいますよね。あと、うん、ジャニーズ好きとかね、あとアニメファン多いですね、若い女性の女、あの若い女性の間でアニメファンいますけども、まあそれらを経験して最終的にドールにたどり着いたって、うん、そうかもわかんない、もしかしたら、うん、最終形なのかもわかんない。で、世界に一つだけの特注品のなんかワンオフって言われるドール、うん、これがね、抽選、うん、特注品のそのドールがね、発売されるときはやっぱりみんな欲しいんでしょうね。で、可愛かったり、うん、素敵だったりすると、うん、もうみんなで抽選みたいな感じで当ててましたね。なんか外国の人が当ててましたね、今回見たのでは。13万、あ、男の人か、まずこれね、ワンオフ13万7500円、これは男の人、うん、男性の方当ててましたね、くじ引いて。で、日本生まれて中国育ちの21歳の男性の方ね、国籍は日本だけども、まあ、家庭の事情で中国に預けられてみたいなことで、ちょっと複雑な家庭環境があったみたいで、で、日本に来た時に、日本人なのに日本語うまく喋れないみたいな感じでいじめられたりなんかして、まあ今はドールにハマってるみたいなね、本当になんか繊細な感じの人で、いや、ドールの髪の毛溶かしたりなんかする手つきがね、本当に、うん、繊細な感じしましたね、あの男性の方、はい。6体のドールを持ってらっしゃる方が出てきました。ドールの目を買われた出版の仕事の41歳だ女性ね、あ、出版のお仕事ね、忙しいって言ってましたね。その人が、まあ、休みの日とか、うん、やっぱり趣味、うん、何か仕事以外にっていう時に今ドールハマっててっていうかね、もう長いんでしょうけど、うん、でドールの目を買ってましたね、はい。で、限定品のドールの抽選会、発売日にね、みんな並んでね、で抽選、抽選を当てたのは来日8年の海外の女性ね、西洋風の素敵な女性の方でしたね、あの人ね、うん、嬉しいんでしょうね、あれね、当たってね、本当に、はい。で、女性3人組、ドールを、うん、持ち寄って撮影旅行ということで、ドール仲間でね、ドール持ち寄って、まあ一泊、温泉とかに行って、まあ温泉目的っていうよりはドールを連れてみんなで何一晩過ごすみたいな、写真撮ったりなんなりして、もう本当に家族ぐるみでみたいな感じなんでしょうね、温泉旅行みんな集まって楽しそうですね、やっぱり趣味が同じだとね、うん。で、あと初めてお迎えする、どうも、うん、お迎えっていうらしいんですけどね、買うことをね、ドールをね、初めてお迎えするっていうね、最後14歳のあれは女の子だったかな、女の子いましたね、はい。いや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 、こんなにね、ドール市場が盛り上がってるっていうのはやっぱ知らなかったし、あんなに秋葉原にお店もあるっていうのは知らなかったしね、私はね、これちょっと見た時、まあ今ね、見て、なんだ、昨日見たんですよ、20時間ぐらい経つのかな、見てから、うん、衝撃でしたね、最初見た時は。で、昔ね、タク八郎さんなんかがね、もう亡くなったんですけども、オタク、うん、の先駆けみたいな感じで、まあ今思えば人形さん持ってましたね、あの人ね、うん、で、気持ち悪いなんて周りの人、うん、に言われてたんですけど、ね、昔だったら、うん、そんな感じだったんですけど、もう時代は変わって、はい。で、まあ私もね、このドールっていうと、まあ、ピンとこなかったですけど、実はね、私の家にもドールというか、私は買ってるんですね、私もね、2つありますよ、ドールというか人形というか、あ、フィギュアっていうのはな、フィギュアとドールっていうのは違うのかな。私ね、エヴァンゲリオンの綾波レイ、
これ買いましたよ、1000円ぐらい安いやつ。なんか本当は定価で買ったらもっと高いんでしょうけど、綾波レイのねフィギュアがね、うちのねあのキッチンにの定位置に鎮座してますよ。あとね、鬼滅の刃ね、鬼滅の刃のあの何だっけ、禰豆子がのドールじゃないや、フィギュアか。これがこのね、うん、禰豆子と炭治郎も横にいるんだっけかな、あのキッチンに定位置にいます。だから私もね、あのドールっていうとピンとこないけど、フィギュアはねやっぱりね、あ、買いたいなって思いますもんね。うん、自分の好きなキャラクターとか、あと子供が好きなキャラクターとか、やっぱり家に置いときたいみたいなね。うん、あと、まあ、どっちも1000円ぐらい、確か。中古っていうのは何て言うんだみたいな感じで、新品じゃないんですけど、どっちもね。まあ、状態のいいやつ、うん、箱も綺麗なやつ。なんか衝動買いしましたよ、どっちも1000円ぐらいで。はい。だから全然私も縁がないわけじゃないですね。はい。あと、まあね、お迎えとかね、もう、ほんと専門用語みたいなのがあるんですね、この業界っていうんじゃないな、ファンの間で。うん、これ私がね気になるのはね、私この廃屋にいた人形、うん、あの日本人形みたいなの処分するとき、やっぱりね何か、うん、お払いしてもらう、なんか普通にねゴミに捨てて、普通ゴミで捨てんのもなっていうのはあるんですね。やっぱり人形とかね、ぬいぐるみとかね、ぬいぐるみはまだ捨てやすいですけど、人形はどうもねやっぱりあの怖いんですよ。うん、だけど私結局ね捨てちゃいましたけどね、日本人形とかいろんなもの。これやっぱりこれだけね愛された、うん、あのこういう人たちにね、あの愛情を持ってあの扱われた人形さん、やっぱ最後あれするときはね、あのお見取りっていうかね、お見取りっていうのかわかんないですけど、やっぱりこの方々、あのドールオーナーの方々はね、やっぱりある程度、周りの親とか兄弟とかに、自分が、まあ、人間なんかいつか死ぬかわかんないわけですから、死んだらこのドールをどうしてほしいとかね、うん、うん、言っといた方がいいと思いますよ、遺言とかで。これ多分ね、全くわからない人はね、まあ普通にポイポイゴミにしてますから、うん、それで構わないっていうならいいですけどね。この熱ね、うん、このオーナーの人たちがドールにかける熱っていうのはやっぱりね半端ないんでね、あの知らないからといっていきなりゴミ袋にね、他の素材、いろんなゴミと一緒に捨てたらね、やっぱりなんか私怖いな、うん、あのオーナーの方々ね、あの周りにやっぱり意思表示しといた方がいいと思いますよ、うん、あと、まあ人形さんなんでね、亡くなるっていうことはね、死んでしまうってことはないんですけども、最後ね、お見取りっていうか、あともし自分がね、余命いくばくもないってなったら養子に出したりね、するのもありだと思いますよ、うん、大事に扱ってくれるドールオーナーの方にね、あの譲るみたいな形で、うん、遺言とかしてた方がいいと思います、うん、あ、これだけね、ドール大事にしてるんだったら、まあとにかく、うん、驚きまくりの30分でしたよ、今回の、ドキュメント72時間愛しのドールに見つめられてね、うん、見ました。驚きが9割5分でしたね、私よかったですよ、あの理解深まったっていうかね、それまでで、うん、なんだ、知らなかった私だったら本当気持ち悪いっていうことでね、最初に宅八郎さん見た時な感じ、うん、ですよ、はい、いやーびっくりです、本当、まあまあまあ、なんていうのかな、今日本経済ね停滞してるとなんだ言われてますけど、こういうね、あのアニメにしろフィギュアにしろ、あのドールにしろ、このサブカルみたいなね、日本初みたいな、こういうのは本当にね、世界の人々引きつけますから、もう、うん、日本からしか生まれないんじゃないかっていうようなね、文化ですよね、これね、あのメイドカフェとかね、うん、アイドル文化とかね、こういったものっていうのはね、どんどんね、私はね、バカにしないで、バカにするつもりはないですけど、うん、伸びてってほしいなと思いますよ。うん、今日確か978回、次の回でね、NHK スペシャルのことやるんですけど、経済の話、主にね、うん、もう日本経済、うん、もう100億円市場なんて言われてて、これ目当てに、うん、まあ、これだけじゃなくてもね、インバウンドの、うん、いろんなね、日本、魅力あるんですけど、その一つになると思いますよ、ドールっていうのは。はい、ということで、愛しのドールに見つめられてっていうことね、はい、1本目、長くなりましたので。
2本目、アフガニスタンの食堂ね、うん、アフガニスタンのというか、パキスタンにあるアフガニスタンの食堂、これ、異国の地のアフガニスタン食堂でっていうタイトルついてました。うん、2021年、アメリカ軍が撤退してからね、覚えてますよ。最近ですね、タリバンがね、勢力増して、権力掌握してね、で、アフガニスタンの南側っていうのかな、隣国パキスタンに、もう40万人が逃れてきてると。いうことで、やっぱりね、アフガニスタンから隣国パキスタンに逃れてきて、大体ね、同じようなところにね、住み着きますよね、やっぱりね。で、その、パキスタンの首都、イスラマバードにあるアフガニスタン食堂、うん、ここが舞台ですよと。うん、で、まあ、そのアフガニスタン食堂でね、人気なメニューが、プラウっていうね、牛肉とレーズンが入った、ご飯ですよ。炊き込みご飯。まあ美味しそうだったんですけど、私ね、まあ、牛肉はいいんですけど、レーズンがね苦手なんでね、食べられるかどうか、うん、まあ料理どういう風にまあいけるのかもわかんないですけど、まあ見た目美味しそうでしたね。うん、であっちの方の南アジアの米、やっぱり日本の米と全く違ってね、長い細長いね米でしたね。はい、まあ美味しそうでしたよ。そのプラウっていうね、もう国民食なんでしょう、あれね、アフガンの、うん、国民食、あれがやっぱり一番人気、うん、みたいな店ですね。300円ぐらいって言うとかな、1人前。そこそこ値段あります、高いですよね。うん、で、撮影始めたんだけど、9時間ぐらいで店側から撮影中止ってね、いきなり言われて、で、翌日からその、まあ、アフガニスタン食堂があるアフガンストリートね、うん、アフガニスタン人街っていうのかな、イスラマバードにある。そこ、まあ、ストリート、の撮影をに切り替えると。で、アフガニスタンではタリバンから追い出され、パキスタンでも虐げられるような感じでしたね。かわいそうでしたね。本当に、アフガニスタンから追い出され、うん、隣国、ね、パキスタンのイスラマバードに来ても、やっぱり虐げられるって言ったら変ですけどね、アフガン人だからって差別じゃないですけどね。やっぱありますよね、これ別にパキスタンをね、ディスるつもりはないですけど。うん、やっぱり世界中でありますよ、はい、そういうのは。で、物乞いする女性たちね、夫を亡くした女性と子供たちということでね、アフガニスタンね、こういう方多いでしょ、夫亡くしたとかね、病気だったりね、戦争だったり、うん、抗争だったりで亡くした女性とその子供たちね、うん、はい、物乞いしてましたね、はい。で、3歳の少年、ん？ 3 歳？ 13 歳か。13歳の少年ね、出てきました。本当あどけないね。日本で言ったら中学1年生、2年生ぐらいの少年ね。出てきましたね。あと、少数民族ハザラ人の男性ね。この人なんか目が悪くて、緑内障とかなんとか言ってたかな。最初、そのアフガンストリートで会って、食堂で会って、で、2日目か3日目かな。バスターミナルでまた出くわしたみたいな感じで、なんと1600キロ離れた大病院までその緑内障の治療に受けにっていうことで、18時間これからバスに揺られて行くって言ってましたね。移動ね。で、持病の緑内障を治して仲間たちと飲食店を立ち上げたいと。で、この人の言ってた言葉ね、人間は希望があるから生きていけるんですと。僕は希望を持って前に進み続けるつもりですと。うん、アフガニスタン、わかんないですけど、民族、多民族国家みたいですね。私らから見たら、ね、同じ民族にしか見えないんでしょうけども、知らないからなのかわかんないですけど、やっぱり多民族、現地の人から見ると区別つくんでしょうね、言葉とか、風貌とかで。なんかそのハザラ人がどうもタリバンから迫害っていうかね、受けると向こうではちょっと住みづらいってことで、イスラマバードの方に逃げてきたんだけども、ハザラ人ね、の男性でバスの運転手とかしてたんだけども、もう本当緑内障ひどくてぼやけて見えにくいっていうことで、塞ぎ込むような感じなんですけども、まずこの目を治療してなんとか仲間たちとね、飲食店立ち上げたいみたいなね、いい言葉ですよ。人間は希望があるから生きていけるんですと。うん。僕は希望を持って前に進み続けるつもりですと。いいですね。私もね、この言葉大好き。私、
漢字一文字で一番好きな漢字って言ったらやっぱ希望の木ですね、私は。うん、これ私の子供にもつけてるんですけども、希望の木っていうのは、まあいろんな人言いますね。私ももうこの通りだと思う、うん、人間は希望があるから生きていけると、うん、一番人間に何が大事か、うん、お金でもないし友達でもないし親友でもないし、私は希望が一番大事だと思う、本当に生きていく上で。ね、英語でもありますよね、私はホームレスだったけどもホープレスではなかったと、うん、で家はなくても希望だけはあったみたいなことがありますね、うん、名言ね、本当その通り、希望を持ってればね、なんとかねやっていきますよ、うん、ジンときましたねこの人ね、ハザラ人の男性ね、うん、あと前はグラウンドね、グラウンドに集まってねサッカーやってましたね、暗がりの中でね。これ昼間は多分パキスタン、現地のパキスタンの人たちがこのグラウンドでサッカーとかやってるんでしょうけど、このアフガニスタンの人たちね、夜借りてるんでしょうね、誰も使わないってことで。まあ本当薄明かりの中でですよ、みんなでね、集まってサッカー楽しんでましたね。うん、で、で最初アフガニスタン食堂ね、1日目でもう9時間ぐらいでね、撮影断られたんですけども、その店のオーナーにね。で、店のオーナーが出てきて途中からね、タリバンに見つかることを嫌がってね、カメラがいることを嫌がる客がいると思って断ったんだと、うん、言ってましたね、撮影なんで断ったかっていうことで。まあそれで結局後日、まあ撮影再開みたいな感じでアフガニスタン食堂、うん、撮影できるようになったんですけどね。また続きで川べりの歌ですよ、流れて、うん、あとアフガニスタン食堂内ね、翌朝行ってみると従業員たちはもう店内25人って言ったかな、25人がもう雑魚寝状態、あのアフガニスタン食堂の中の客席だったり物置みたいなとこだったり、もう25人の人たちがね、全員アフガニスタン人みたいですね、あの店の中で雑魚寝状態で、うん、いましたね、本当に寝泊まりしてて、うん、で店で働く25人は全員アフガニスタン人ってことで。まあね、アフガニスタンずっとどうだろう、私の子供の時からね、アフガンね、ソ連に侵攻されたりして、今度、うん、その後はね、今度タリバンが台頭したりね、まあ本当難しい地域、私らには分からないようななんだと思いますよ、全然ね政治を安定しなくて。で女性もね、タリバン復権する前までは学校とか行ってたんですけどね、外にも普通に出られたし、学校とかね、学びもできたんですけども、今もうタリバン政権になってまた家にね閉じ込められてるみたいな感じになってますよね、本当にね、心痛む。でそのアフガニスタンからね迫害を受けてハザラ人の方とか、まあイスラマバードのこのアフガンストリートにいる人たちみんなそうなんだと思いますけど、出てきてもやっぱりね、明日の希望もなかなか見えないみたいな、食うに困るみたいな、うん、でパキスタンの人からは、まあ、はっていうのは差別じゃないけど、ね、虐げられるじゃないですけどね、うん、本当に路頭に迷う、うん、たくさんいるな人は。まあ、うん、私日本でぬくぬくね毎日過ごしてて、本当にね、自分のいるところが幸せだなと、うん、日々ね、私なりにね、辛いこととか大変なこととかね、悩みとかありますけども、やっぱりね、なんて言うんだろう、視点をね、うん、ちょっと広く持ってね、世の中にこういう人たちもいるというのを思いながらね、やっぱり希望だけは見失わずにね、生きてきたらなと思いましたよ。このね、うん、今回、ドキュメント72時間ね、1本目のドール、うん、愛しのドールに見つめられてっていうのは、2本目のアフガン食堂、どっちもね、まあ、対局じゃないですけどね、うん、本当に私の全く知らない世界の話だったんでね、そういう意味では同じような内容ですよ、また私の全く知らない世界、その想像もつかないような世界、まあ、ドールより私はね、アフガン食堂の方が想像ができた、うん、こうなんだろうなみたいな、うん、ドールの世界は想像っていうか、これ知らない、わかんないからね、この世界があることは、うん、どっちかって言ったら衝撃度とかね、インパクトはね、ドールのお店の方が私は大きかったな、今回はな、はい、ということで皆さんどうでしたでしょうか、ご覧になられた方、うん、
ドールの話は良かったですね。私はね、目から鱗っていうかね、そうですね、うん、まあありだと思いますよ。うん、まあ、ペットにしてもドールにしてもって言ったらまた怒られるかもわかんないけど、喋らないのがいいね、うん、言葉をまずそれがいい。もう人間は喋るから、うん、本当にもう何も喋らないペットとかがね、それは癒しになりますよ、うん、犬にしても猫にしても。私も昔ね、犬飼ってたんですけどね、もうあの犬が喋ったらもううざいったらないですよ、うん、やっぱ喋らないからいいんですね、ドールにしても犬にしても、まあ、植物もそうですよ、うん、人間はね、子供も大人もおじいちゃんも喋るから、うん、疲れちゃうんだな、うん、やっぱ癒されるのは喋らない、喋、うん、らないのがいいですよ。癒しになりますよ、はい。ドールはね、衝撃的でした。ってな感じです。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。失礼します。